は夫婦開きということで、ね、今日からプールに入りますよっていうことです。ね、皆さん、プールの中には何が入ってますか？そうですよね。お水が入ってますよね。ね。そう、お水の中に入るのはとっても楽しいんだけれども、お水の中に全部入っちゃってずーっと出られないとどうなります？息が出なくて、これは大きな事故になって、何かあることがあるんです。ね、だからプールに入るときにはお約束をよく守って入ってください。先生たちも各教室でプールに入るときのお約束を言うと思います、ね、プールの中では悪ふざけをしないとか、ね、それからお友達のことを言ったりお見つめちゃったりしたらどう？ダメだよね。そういうのもダメです。ね、そういういろいろなプールに入る時のお約束がありますから、皆さんよくお約束を守ってプールに入るようにしてください。はい、ね、大きな事故になったらとっても楽しいプール遊びがとっても悲しい事故になってしまうから、ね、先生とプールに入る前によくお約束を守ってください。はい、これで今日はですね、皆さんがこのプールに入る間ね、プールの事故が起きませんようにって、ね、みんなでお手手を合わせてお見守りしますね。それからお水の、このプールの中にはお水が入っているって言いましたよね。で、お水の神様にもみんなのことを守ってくださいって、今日は園長先生がこのプールを広げてくれます、ね、今から園長先生がそういうプールを広げたりしてくれるので、みんなも一緒に事故が起きないようにしてお祈りをしてください、ね、それから今日からプール入りますよっていうプール開きのテープカットっていうのも今からやりますのでね、皆さん今日は暑いですのでね、これで鈴木先生のお話も終わりにして、ずっと園長先生によくお願いしてもらいますからね、よろしくお願いします。はい、それではこれで鈴木先生のお話がおしまいになります。ありがとうございました。ありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。